しみ深い父よ、さまざまな形で物質的または精神的な貧しさを経験している多くの人々のために祈ります。彼らは教会の真の宝です。私たちは彼らの一人一人の中に苦しみ傷つけられたあなたの本舗の隠れた御顔を見つけ出し、尊敬といたわりを持って仕えることを学ぶことができますように。そして彼らが私たちの小さな奉仕の中に慈しみと憐れみ深いあなたの愛を見出す